から富士山へ行きます。はい、レッツゴー。トークレッツゴーは、せーの、レッツゴー。清水寿司ミュージアム。お寿司で富士山が作ってある。姫ちゃんと私の二色丼です。パパはうなぎです。おうくん、いただきます。おうくんは天丼です。ちゃんとおうくんは美味しそうだにしました。綺麗、涼しげな色。うん、リッチミルクはもうオフホワイトだね。うん、汗びっしょりになって遊んだね。うん、ここ美味しいですか？美味しい。うん、ようこそ清水ラムネ博物館。さまざまなラムネが売っていますよ。そういうことが B 玉って。ん、あの A 玉っていうのがあって、 A 玉をラムネの中に入れて、その不良品を B 玉、B 級品だから B 玉って入れてついてたんで B 玉って。今日は富士急ハイランドで遊びます。はい、おーくん、お目目が片方です。でした。富士急制覇。はい、チーズ。OK。 来るよ。姫ちゃん何センチかな。ドゥン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 、ギュン。背伸びしてます。本当は132-3cmぐらいかな。5ぐらいありそうだけど。ギュンとしてギュンとすると40ぐらいあるね。じゃあ姫ちゃんほとんど乗れるのかな。けど飛んでみーだけは無理かも。いいじゃないか。乗れちゃうね。うん、もうほとんど怖いの乗れちゃうじゃん。ふりさとガスパールタウンです。ふりさとガスパール乗れちゃうね。濡れちゃうよ。世界に一つだけだって。姫ちゃんお絵かき中です。上手。ガスパールとリサとトーマス。うん、姉ちゃん上手に描けたでしょ。うん、うん、だってトーマスバイバイ。バイバイ。バイバイ。また来れたらいいね。うん、今日は富士山2合目にあるグリーンパに遊びに来ました。おうくんすやすや眠っています。たくさん遊んだもんね。
ピサとガスパールの散歩道ホテルのお部屋から見えていたのでやってきました。ねえ、リサとガスパールのベンチだね。ピース。ママ。僕ママいるじゃん。イエーイ。僕も。リサと一緒にブランコ乗ろう。はい。次はシーソー乗る？ですね。お、ママまた乗ってるよ。ほら、ママ見て。うわー、怖い。うわー、うわー。リサとガスパールタウンです。リサとガスパールタウンに来たよっておく。はい、ピース。こちらはパン屋さん。カフェブリオッシュ。